はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。幸男様、力丹様、対馬陽子様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。東日本大震災から今日で12年、亡くなった方々のご冥福をお祈りいたします。もう干支が一回りしてしまいましたよ。ということで例年の恒例なんですけれども、献杯をですね、いいよいいよ。あんまりガブガブ飲むと喋ってるうちに顔赤くなってしまい酔っ払っちゃいますんで、まあおちょこに一杯ぐらいですね。それでは献杯いたします。辛口やな。雪の松島という、お酒ですね。あそこら辺もひどかったですもんね。なんか心なしかろれつが回らない感じがしますけれど、ちょっとのお酒でろれつが回らない気がしますけれども、いわきで被災しまして一生忘れられない光景をたくさん見ましたが、それを語る気にならないんですよね。なんか思い出しちゃうから、戦争経験者もこんな気持ちだったのかな、今では思っておりますけれども、総務省による小西文書精査結果発表。文書を構成する全48ファイルのうち、これ何もですね、デジタルデータっていうわけじゃなくて、全部で48ぐらいの部分に分けられますよということらしいんですけれども、4ページですから、まあ48ですね、3行ぐらいずつのことを言ってんのかな。26ファイルが制作者不明、4ファイルで時刻が不明、言ったとされる言った時間とか、書かれた時間が不明、2ファイルで制作経緯が特に不明、を公文書っていうか省庁発表の文書にしては、表現がきついですね。特に不明だと、発言者が記録を確認したか不明、確認してないかも不明、供述っていうか、取り調べなんかの時に被疑者に犯人に読み聞かして、その日聞き取ったことをね、これで間違いないか、はい、間違いありませんっつって犯行させるですけれども、母音でしたけどもね、それが不明、打ち合わせ回数が正確か不明、個々の発言が事実かどうか不明何にも不明、磯崎首相補佐官から強要があったという認識はなかったと、一般意見です。ただのゴミってことか。小西文書事件、行政怪文書、特に不明って捏造だったのか。これで小西がどうするかだな。小西さん説明してくださいよ。疑惑の小西チームを証人喚問しろよ。なんで出所突っ込まれると思わなかったのか。これでいけると思うって、国会議員の中でも最低の頭の悪さだと思う。亡命したら許すと亡命したら許してやるよ。さらに明白な不都合な真実も、一般人カイラギさんっていう一般人、まあツイッターの方では有名人なんですけれども、指摘しておりました。小西文書、総理へのご説明は本日平成27年3月5日、16時5分から実施。磯崎総理補佐官のほか、今井総理秘書官と山田秘書官が同席と、同日のですね3月5日の首相同席記録が産経新聞のアーカイブに残っておりました。15時22分から16時08分まで北村茂内閣情報官、16時58分官邸発、17時06分国立図書館着と、そんな会合が持たれたとは一言も書いてない。その時間会っていたのは北村茂内閣情報官であると、磯崎総理補佐官と総理秘書官2名と、面会した記録がない。内閣情報官と会って
ったり図書館行ったりも記録されてるのに全然不自然でしょ、それよか大事でしょ、総理補佐官と、秘書官2名との会合を書かないのは不自然でしょ、大事と思われるのね、あとね、この日は国立図書館行った後にですね、ケネディ駐日大使と会いましたみたいなことも書いてありまして、これで確定、小西文書は捏造と、少なくとも不正確、事実でない、一般判断です。こんなの簡単に調べられそうなのになぜ事前に調べなかったのか謎。まあ一般人が指摘したでバレたことですからね、誰が作成して誰がリークしたのか徹底的に調べるべき、一度小西を逮捕して背後にいる組織を徹底的に洗い出した方がいい。ちょっと調べれば分かることで国会の時間を無駄にした責任は誰が取るの、小西のせいでどんだけ税金無駄になってるんだ。まあ国会1日開くと3億円かかるって言われてますよね、よくね。首相同棲なんてマスゴミが一番知ってるやつじゃん。精査するなーの意味が分かっちゃった。おかしいなー、総務省がこれに気がついてないわけないんだよな。首相同棲と合わないぞ。全然デタラメじゃん。っていうことを、気がつかないわけないんですけど、精査結果にはそれが含まれていない。事実確定。これ小西文書は事実と確定イコール機密漏洩で処罰。これ厳重取扱注意文書なんだから当然ですね。捏造が確定するイコール刑法155条。公務員の印章または署名を使用して、公務員が作成すべき文書を使用する目的で偽造したものは、1年以上10年以下の懲役に処すと。公務員が作成すべき文書っていうのが対象ですから、何もね、委員会で、認められた公文書であるとか、通達であるとかである必要はない。総務省が認めた通り行政文書も、これに入りますよね。偽造、懲役10年ってめちゃくちゃ重いっすねこれね、コラボ関係書類の収受印がすごい怪しいらしいんですけど、署名または印章を使用して偽造も処罰対象ですから、これ東京都もやばそうですね、事業でも捏造でも罪人が出る。事実でも捏造でも罪人が出る、から、事実は機密漏洩、捏造は偽造、公文書偽造、公文書じゃないけど、公務員が作成すべき文書偽造で罪人が出るからですね、総務省はですね、作成人不明、作成日不明、作成経緯不明の一点張りで事実とも捏造とも確定せぬまま逃げ切るつもりなのかな、さらにはですね、精査は継続中ってもう発表になっておりました、今後は何を聞かれてもですね精査中ですんで、でごまかす気満々なのかなって私は思います、だって当時のこの文書を作れる人間全員に、この文書作れる立場の人間全員にね、たとえ定年退職していても怒らないから手を挙げて正直に言いなさいって詰めることもできるのにやってなさそうですもんね、もう作った人不明って言ってるけど分かってんのかもね、うすうす、今総務省はですね小西余計なこと言うね、冷や汗ダラダラなんじゃないか、文書が捏造ってなった若狭重勝元特捜検事、小西文書が事実なら関係者は国家公務員法違反に該当する、機密漏洩、池田信夫さん、この事件では文書漏洩したものだけでなく公開した小西も逮捕される可能性がある西山事件の最高裁判例があると、こちらでですね、まあ総務省が、捏造だよなーっていう発表したんで、機密漏洩での小西逮捕はなくなりましたけれども、刑法155条偽造の共犯で逮捕はあり得る可能性ゼロじゃない、作成したのは別人かもしれませんけれども使用したのは小西ですもんね、使用する目的で文書を偽造書いてありましたから、犯罪を知りつつそれで得た利益を享受したものは共同正犯ですかね、悪いことしてるよなと知りつつこれ犯罪だよなと知りつつ、
それによって得られた利益を一緒に享受するね、共同正犯ですよね。小西は実は偽造と知ってた証拠でも出てくればいいんですけれども、共犯に取るからね、精査するなーっていうのがこれに当たんのかなー、ネットの意見です。小西は責任取るんか、取るわけない。ただし巻き添えにされた官僚に恨まれて刺される可能性はありと、ひょっと小西黙ってりゃいいものを総務省の精査結果に痛くご不満のようで、本質は総務省の最高幹部らがこれら文書を作成し、そして使用しながら放送法の違法な解釈を作られたことだ、精査はこの違法行為をごまかすためだけのものだなどと補佐してしまいました。総務省イラッときたんじゃないかな、これな、一般反応です。ちょっと何言ってるか分かんないお前が始めたことだろ、ごまかそうと必死ですな。いやー苦しいですな。総務省からもはしご外されてて惨めですね。国会の議事進行を妨害した責任を取ってくださいね。ごまかしてると思うなら書いたとされる3人に証人喚問に応じるように説得されては、でいつ亡命すんの。どうしても文書は事実と断じてですね、機密漏洩の方で逮捕されたいみたいですね。国刑を通り越して哀れなんですけれども、嘘です、全然哀れではありません。小西は気に入らないからもっともっとひどい目あってほしいなって、心の底から根性の悪い私は、いい人ぶることをやめた私は思っております。放送法の違法な解釈が作られたとか断言しちゃってるけど、これ名誉毀損的に大丈夫なのか、ちょっと疑問。違法って言うんだったら何条の何に反するかを指摘しないと、違法な解釈が作られたとする根拠の文書をですね、総務省が作成者、作成日時、作成経緯が多数不明って言ってんですけど、だから違法な解釈が作られたもう、誤解では、だって変な文書に基づいてそう言ってんだったらさ、まあここでもですね、小西博之頭悪すぎ問題っていうのが発生してますね。この結果を受けて高市大臣、不正確な文書が保存されていたことは残念、当時の総務大臣としては責任を感じる、なかなかの皮肉をぶちかましてまして、パヨが発狂していました、掲示板で。小西とのやり取りでは文書は捏造って断言してたのに、ここに来て不正確な文書に、表現変えたのは逮捕者出ないうちに幕引き図りたいっていうことなのかな、それとも総務省に忖度したってことなのかな。高市さんダメですよ、総務省も小西もとことん追い詰めて、吊るし上げて、無事のめさないと、復讐は無意味だが、きっちり仕返しする評判は、その後の被害防止になる。ですからね。ヤクザが必ず仕返しするのは、そのせいだからね。3月13日、月曜日から政府方針でですね、マスク着用ルールは、屋内、野外を問わず、個人の判断に委ねられることになりました。厚労省、本人の意思に反して、マスクの着脱を強いることがないように、ご配慮お願いいたします。呼びかけておりました。一般意見です。やったー！なお花粉症。マスク苦しいねん。イーランマスク。おっさんってさ、すぐダジャレ考えて、言いたがんのね。もうやんなっちゃいますね。さすがに夏につけてるやつはアホ扱い。スギ花粉外させないぞ。ワイ駅員外せない。今日ディズニー行ってきたけど、結構な割合で外してたよ。三越伊勢丹、イオン、鉄道各社、バス会社は、従業員はマスク続けますって発表ありました。お客さんはまあ自由にしてください。私は様子見いたします。肺がん手術やってからですね、マスクつけたまま歩ってと息苦しいんで、顎マスクでしのいでおります。そういう場合は、皆様くれぐれもですね、つけろだの外せだの他人に言わないようにしてください。最悪ですね、刑法223条強要罪になってしまいますんで、つけてもつけなくても、まあ自己判断でってことですんでね。ツイッターから放逐された元社員が集まって信頼できる SNS を作る動きを NHK が報道してました。名前ももう決まってて T2 っていうんだって。ででんでんででんででんでんでん
というメロディーが浮かんでしまう人はおっさんですね。一般意見です。これは間違いなく流行らない。ポリコレ SNS、 マストドンはどうしたの、ここはそういう場じゃねえから、マストドンに追い出されました。辞めたんじゃなくて辞めさせられただろ。正確に報道しろよ NHK。 お前らがいなくなったおかげでツイッターの信頼が爆上がりした件、情報統制、監視、規制、検閲、マシマシ、パヨ歓喜、お前らの楽園を目指すんや。ツイッター2っていう意味かな、どうでもいいけど、未練タラタラやん。重要なところは特許取られてるからパクれんぞ。試験なんですけど、 NHK がこれ応援してんのは、出来上がったらパヨさん来てねーっていうことだね。できる前からすげえ期待してんじゃね NHK。 言論統制ひどくて信頼できないからマスクさんが買収したのに、信頼できる SNS とはこれいかに。パヨ赤ポリコレバカに都合いい SNS って、正直に言えばいいのにね。パヨッターができてですね、まあ、T2 イコールパヨッター、ができてですね、パヨと住み分けできるのは歓迎であります。ツイッターにパヨがいるのが目障りです。なんかゴミが進んでゴミ箱に入っていくイメージかな。多分私はパヨッターできてもアカウントさえ作れないのでは。それともですね、クビになった連中がつくからクビッターでもいいかな。特許の関係は本社を中国に置けばクレームつけられても訴訟も受け付けないっていうことで解決できますね。その代わり、まあ、ユーザーの情報は中国共産党に献上と。マスクさんは一行もコード書いてないやつクビにしたって言ってんのに、連中が作れんのか、疑問はありますけどね。お前らコード書いたことねえだろ。私もいつも、HTML コードは変換するブラウザでやってもらって、コード書いたことは一度もないですけれども。できんのかな。ででんてんてでん。まあ、パヨッターあるいはクビッターの出現を私も心待ちにしております。というわけでメール党員さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。